どうも電撃オンラインのゴシです。そしてはい、あかりんごこと松崎あかりです。普段はアンジュレーブというアイドルグループで活動しています。アニメとゲームが大好きです。よろしくお願いします。お今日来ていただいたのはですね、なんと本日から配信されたゲーム、はい、今もアニメ放送中のゼロから始める魔法の書、これのアプリが今日配信された。素晴らしい、最高ですね。僕の端末なんですけど、はい、これちょっと赤リンゴさんに100連やってもらいたいなと思って。いや、いいんですか。そう、もうやりたいです。ちょっと最近今、はい、ガチャの引きに自信がなくて。あ、そうなんですか。そうなんですよ、ちょっとそれでやってもらいたいなっていうのが。やりたいです。はい、ぜひお願いしたいと思います。ちょっとじゃあまずガチャの説明したいと思います。それでですね、はい、今回当ててほしいのはこのピックアップに乗ってるエクストラスキル持ちのキャラみたい。エクストラスキルって何ですか？エクストラスキルっていうのが、はい、普通のキャラクターってスキルカードを2枚まで装備できるんです。この2枚の他に、うん、実はキャラが自前で持ってるスキルっていうのがあるんですよ。あ、そうなんですね。そういうのを持ってるキャラをちょっと当ててほしいなって。なるほど、はい、なるほど。このパネル2枚かな。あー、いいですね。アニメももう大好きです。出てますからね。かわいい。13番小安さんですよ。これは当てたいですよね。ぜひ当ててほしい。当てたいですよ。で、個人的にちょっと当ててほしいなっていうのがこれ。あー、かわいい。リリ、かわいい。原作読んでる人ならわかるはず。これはかわいいですね。はい、推しなんですか。推し原作でも最強クラスのキャラ、ね、はい、これを当ててほしいなと思ってます。わかりました。それじゃあ早速、はい、ガチャお願いしようかなっていう。わかりました。これに今この端末に石100連分の石入ってるんで。100連分ですよね。100連。わかりました。でもレアキャラですもんね。 EX は一応 1% で出るんで。 1%? 100回引けば出るでしょう。いや、出ますよ。私一応ガチャ運いい方なんですよ。よし、だから、いや、これ一発で引けたらかっこいいですよね。お願いします。かっこいいですよね。で、10連やると一応キャラが1体は確定してるんで。なるほど。じゃあ、はい、はい、開けます。お願いします。いきます。ちょっとお願いします。これ一発引けたらめっちゃかっこいいじゃないですか。一発引けたら金の扉が開いて魔法陣が青。これはもうスキルカードなんですよ。あ、いや、赤になった。これキャラだ。キャラクターですね。キャラだ。キャラクター。あ、でも、あ、アニメじゃない、これゲームオリジナルキャラらしいんですよね。料理人、初めて見る。お願いします。お願いします。次はこれもいけたらかっこいいんだけどな。青、キャラクターですか。お、またキャラクター。キャラクターって20%らしいんですよ。え、そうなんですか。一応やった、なんかやった。お、ゴーダさんじゃないですか。ほいこのキャラもかっこいい。原作でかっこいい。そう、竜乗ってるんで。いや、かっこいいですよ。まだ乗ってないのかな、これだと。ああ、鉄拳ってなんて言えばいいんだろう。何なんですか、鉄拳って。誰の鉄拳なんだろう、好きで。すごい。これは次は青。青のスキルで、あ、神への祈り。みんな祈ってるんだろう。祈ってますね。お願いします。次はちょっとこれもスキル。ううちょっと当たるのかな。なんかちょっと希望が。キャラ乗りのスキル欲しいな。金、せめて金ですね。金が欲しい。まだ金出てないんですよ。あ、キャラクターですか。キャラが、あ、キャラクター、あ、馬のラウルさんですね。黒竜刀ですね。でもキャラクター結構出るのってこれすごいですか。そうですね、20% って聞いてるんで。あ、じゃあ結構いい方ですね。実はキャラクターはそんなに出ないと思ってた。あ、金じゃん。金の演出きた。これは、あらまー、ゼロ。ゼロの魔法ですね。かわいいです。星が4つ。次は何来る。お願いします。青のスキルか。青だ。青のスキル。あ、さっき出たやつだ。え、てかなかなか出ないですね、やっぱり。これがやっぱり。あれ、何回目だ。1%だけな。いや、そろそろ青の、あ、金来た。金来て虹に。あ、虹に。虹、あ、この演出、この演出これはもしかして。これはカール。1、2、3、4、5。これ、こ
これはこのキャラもかっこいい。これは2巻と3巻で大活躍する。そう、原作の原作の3巻 で言ってる間にキャラが来てる。あ、本当だ、キャラが来てる。あら、あれ、ソーレだ。おばあちゃんですね。これすごいですね。アニメだと後ろ姿とか、はい、名前はいっぱい出てくるんですよ。あ、偉大なるソーレだって。え、出ますよね。そう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 、分かります、分かります。そのキャラクター、あ、出るんだ、キャラクターで出るの。可愛いんです。ソーレな、出てくるんだ。すごい。え、でも待って、これ当たるのか心配でした。ちょっと次行こうよ。とりあえず行きますね。行きます。はい、この20連で。え、ちょっと本当にお願いします。聞いてくれなきゃね。そうなんですよ、聞きたいです、やっぱり。さて、行け。でもキャラ多かったからな。お、お、またキャラ。キャラ引くね、アカリンが。キャラ、あ、ちょっと、あ、あれ、あ、え、これマジで。ありがとうございます。ちょっとこれは想像以上に嬉しいですね。これ、これしかも次もまた虹色が出てる。 あ、カード、うわぁ、え、ギーリー、ギーリーじゃん。めっちゃ高いんですけど、これ。これのキャラが欲しいんですよね。え、かわいい。でも、でももうゼロが出ちゃった。どうしよう、この後。いや、あれ、またなんか金とかで。え、今回引き以上。え、これいいですよね。ちょっとなんか初めの10連やってもらった時、なんだこう、え、すごいテンション上がった。唐突だなとか思っちゃった。ちょっと、ちょっと、ちょっと。え、ちょっと待って、20連で引くとは思わなかったな。え、これは運がいいです、ね。え、っていうか20連目これ引きすぎじゃない。ちょっと待って、キャラクターめっちゃ、あ、またソーレな。ソーレな、あ、キャラクターの。え、すごいですね。え、ちょっと、に、ちょっと今回、大丈夫ですか。嬉しいです。これはこの後どうしようか。100連やるんだけどね。100連やるんですけどね。100連やるんだけどね。え、これもしも、うん、その2つ被ったりしたらなんかできるとかあるんですか。なんかスキルが上がるとか、そういうことって、今は、はい、育成用の経験値にしかなんないんだけど、はい、あ、そうなんですね。今後覚醒っていう要素が追加される。大好きな言葉、私の大好きな言葉ですもん。覚醒、限界突破と覚醒、大好き大好き。そのためにいつも引いてますもん。そのための素材にはなる。じゃあこれは引いてそうはないですか。引いてちょっと取っといたらいいんじゃないかなっていう。これじゃあちょっともっと当てたいな。どうしよう。あ、ゼロ2枚目全然当ててくれていいんだよっていう。当てなきゃな。あれ、そうだよ、めっちゃ出ません。そうだな、すごい。これ3回目とかですよね、多分。結構出る。偉大なるソーレナなんだけどな。偉大なるソーレナがいっぱい出る。次は、あ、青、あ、金になった。いや、なんか、え、20円、え、待って、ちょっと待って、ちょっと待って。なんで、あら、お、ラウル。あら、またラウル。え、これ、すごい忠義の騎士なんですよ、ラウルも。お姫様に仕えてて素敵、もう、そういうキャラクター大好きです。いや、引きすぎでしょう。キャラクターですね。これ10連目かな。10連目、あ、あ、郷田さん。おお、郷田さん、竜騎士です。え、これは何十年目。いや、ちょっと待ってください、これ。やったー。あ、行っちゃった。イエーイ。引きすぎですね。嬉しいです、ちょっと。ちょっと、私もう何なら出ないかと思っちゃって、ね、回目っ、まさか20連目で出ると思わなかった。嬉しい。これはテンション上がりますね。はい、そしたらじゃあもうどんどん100連やっちゃいましょう。パパッと。ラストお願いします。ラストお願いします。神に誓ってお願いします。これちょっと忠実に行きたい。お願いします。さて、何が1回目お願いします。あ、青、青、青、あ、金。次虹、次虹あ、虹の、スキルだね。スキルですね。おー、初めて出たかも、これは。しかもこれ黒竜刀で竜とやってる時か。すごいです。全然後だね。後
ですか。お、キャラクターが変わる。お嬢さんを守る。犬面かー。どうしよう、一回目でちょっといいの出ちゃったからな。ちょっと辛いです。青。これよく見てるけど何なんだかちょっと分かんないんだよな。そうですね、これ何なんだろう。スキルが気になる。お願いします。青だ。キャラクター、これは、あれだす。さて、お願いします。これはでもそろそろ普通の。でもどんどん上がっ、また上がってきてるのかな。金、あ、はい、金スキル、うん、キャラが欲しい。辛いですね。キャラが欲しいな。キャラが欲しいです。ここまで来たらキャラが欲しい。これもスキルで、スキルですね。あ、もう仕組み分かっちゃったね。分かってきました。手をスキルじゃないんだ。手をキャラで欲しいんだ。キャラも出ない。やっぱなかなかキャラは出ないんですね。後半だって分かった。やっぱ 20% だったっていうのやっぱり 20% だったってことが後半だって分かりました。初めで過ぎた。最初なんだった。あれ、あ、かわいい。いやでもこれ出たからちょっとなんか救われたかもしれない。リリはリリだし。え、ちょっとお願いします。え、これ待った。え、もうすぐです。あれ、もうちょっとで最後じゃない。あれ、これ最後じゃないよね。あれ、いつが最後。あ、びっくりした。そうそう、お願いします。ちょっと本当にあのもう今晩いらないんで。え、マジで。夕食食べないんで。もうやな。え、さて、スキル、スキルじゃない。え、本当にこれ多分そろそろ時計です。うん、そろそろ。あ、キャラクターが来た。あれ初めて出た傭兵。傭兵だ。でもこれ多分ね、チュートリアルでもう持ってるんじゃないかな。なんで最後の最後なんだと。とりあえずこれで100連終わりました。ありがとうございます。 EX キャラ1体。いやー、レアってことが分かりました。とてもそれが分かっただけでよかったかな。とても分かりました、レアってことが。はい、ありがとうございます。いやー、本当にありがとうございました。いやー、ありがとうございます。せっかくじゃあ引いてもらったエクストラキャラ、はい、スキルもエクストラスキル持ちのキャラ、はい、これもう今育成したんで。お、やったー、やってた。ちょっとこれを、はい、せっかくなんでエクストラスキルをお見せしようかなと思います。見たいです。行きましょう。お願いします。これいけんのかな。え、ちょっとなんかどういう感じなの。ハードモードなんですよね。ハードモード。ハードモード、そう、ノーマルじゃなくてもうハードで。え、ノーマルだとね、なんか違うんですか。いや、すぐ終わっちゃったけど、エクストラスキルね、そう、このエクストラスキルのエクストラゲージっていうのが溜まんなきゃいけないんですよ。あ、ゲージを溜めて、はい、ってことですね。ゲージを溜めて、うん、で、おー、ゲージした。このゲージが溜まることで発動できるんで、うん、ノーマルだと溜まる前にクエスト終わっちゃって。あ、そうなんですか。そう攻撃、そう、ハードだと相手の体力もあるから、あ、溜まりやすい。溜まりやすいんだ。あ、じゃあ、DX ゲージが攻撃当てたり攻撃食らうと溜まるんで、うん、え、ちょっと今も半分以上かなって。お兄さん、お、あ、バンさん、これ回復。あ、これ回復あるんだ。あ、え、かわいい。なにこれ、すごい、かわいいんですけど。それちゃんとカードに沿ってなるんですね。そう、ちゃんとスキルがしっかり演出が入ってる。今のすごいかわいかった。そうそうそう、お、あ、来た。これ推しですよ。推しじゃないですか。これ推しですよ。そう、これもやばい、恐ろしい。ネズミが、恐ろしい。ネズミがすごい量。これが本当に最強キャラですから。え、すごいですね。ネズミがまさかこんなに登場するとは。原作最強キャラですから。もっとなんか可愛い感じの、可愛くない、可愛くない。あ、これはこれがエクストラスキル。もしかして、え、待って、やばいスキルカードの強そう。クドラの、これは強そう。豪華版、これは豪華。下からボン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 してという感じです。すごいです。エクストラスキル想像以上にすごかったです。でしたでしょうか。想像以上にすごかったです。ちょっともう、あと他のと全然違いましたね。もうバン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 。多分時間的にも 1.2 倍から5倍くらいいってんじゃないのかな。演出時間。あ、そうなんですか。ちょっと予想外の鐘が鳴っちゃって今止まっちゃったんだけど、はい、びっくりしました。はい、
もうアニメ、原作でさらにゲームオリジナルのキャラも入ってますんで、こちら今、絶賛 iOS、Android 両方とも配信中なので、素晴らしい、ぜひダウンロードしてやってみてください。はい、それじゃあさよなら、バイバーイ。